結局ドラゴンブラッシュショットガンで200ダメは当たらない。はい、皆さんご一緒に、おはのはなです。今日もフォートナイトをしていきます。今日はドラゴンブラッシュショットガン使えないです。ということで今日はムチュさんと二人でリオをしてきました。とシフティシャフトに珍しく降りてクエストをこなしながらやっていきたいと思います。あのまだ例のファイヤーウィークなのでたくさん弓矢とドラゴンブレスショットガンを使っていきたいなと思います。で今弓で撃って消化してたのがあれはファイヤーウィークのクエストですね。なんか木で家が建ったから木の家に弓矢を放ったら敵が倒れましたね。焦ったんだろうなと思います。で回収してきて金の弓になります。そうドラゴンブレスショットガンすっごい好きなんだけど結果使えねえっていうのが今日の動画です。最後どうなるかお楽しみに。ということでねこの辺でね敵にいっぱい出くわすのでごゆっくりお楽しみください。もともとね自分たちがいたところに敵が現れて「おいあんなとこ敵いるじゃん」って言っててその後ろを車が通り過ぎていきましたね。でシフティシャフトの山のふもとで戦ってる人たちがいたのでちょうどあの辺よく燃えるので燃やしていきたいと思います。これね横槍がね一番うざいのよね。くそめんどくさい害悪。私とムチュさん2人でシドちゃんを着ています。お揃いコーデ。このねシドちゃんピンクだからめちゃめちゃ目立つの。今のは誤射です。あー誤射ったーって言ってますね。で倒して物を取りに行くんですけど後ろからめっちゃ火矢撃たれてんだけど全然届いてなくてどこにいるんだろうって思いながら探してますね。探してたらなんか足音めっちゃ近寄ってきてあ、いるって、あ、これシドだって言って探してます。左壁右打ち。でムチさんが奥から行ってくれたんで私は反対側から攻めます。見事な連携プレーでした。さてさて次のアンチに向かっています。もう入ってるんだねこれ。まだまだ戦ってる音はしますね。ハンマーアサルトコンバットアサルトそれは代わりショットガンはカードフィリーシフティシャフトの街のふもとで戦ってますねみんな。敵が見えたのでシフティもめちゃめちゃ燃えるのでガンガンヒアを放っていきます。ジョーン・ジーンズとシフティシャフトはめちゃめちゃ当たる。でこれ下の敵を撃って倒してたら上から撃たれてますね弓矢。全然上にいるの気づかなくて屋根をつけずに加工だけ囲って回復してました。危なかった。よく見たら背中にめちゃめちゃ弓矢刺さってるんよね。でこういうところで出てくるグレネード怖すぎる。で気づいたお兄さんめっちゃ前にいるし誰お兄さんはグレネードで自爆してました。囲ってから集めためっちゃいた。上からも撃たれるし左からヘビスナ撃たれてますね。
どこにいるか見たけど全然どこにいるかわからん。撃たれたっぽいところに火矢を撃ってみますが、わからん。そう、火矢があるとなんかこの辺敵いそうだなっていうところに撃っていけるからちょっと安全。あの山のてっぺんに見えましたね。あれ多分人だよね。当たったと思ったんだけど当たんなかった。抜かれた。当たってててて。囲ったつもりがはみ出てた。ムチェさんが倒れたので起こします。グレ来ちゃった。グレ当たんなかった。そしたら次撃ってきた。私そういえばさっき鉄板拾ったなと思って鉄板を敷いていきます。鉄板敷いたら諦めてくれたんだよね。ありがたい。でもこれファイヤーウィークのおかげで2人でなんだっけ、これチャグバズ持ってたから回復も早くていいよねこれね。山を回っていこうって思ってました。そう、あまりにもさ建築がうまく立たなくてなんでって思ったら多分ラグかったんだろうね。後からボボボンって出てきた。下のお家に敵がいます。戦ってる。一人やりました。すごい燃えてる人いるんだけど大丈夫なのかな。もう一人出てきた。サーブは当たりすぎないよな。この辺ってところに言ったら勝手に吸い込まれてるからね。サブマもさ青よりさ緑の方が当たる気がする。なんか昔のアサルトもなんか青より緑の方が当たってたんだよね。何なんだろうあれ。多分気のせいだと思うんだけど不思議。なんかよくわかんないけどどっかで一人倒した。燃やしたらどっかで誰か倒れちゃった。ショットはいらないのでは。でブッシュも怖いから燃やしていく。ブッシュ燃やしたら別のところから撃たれたんだけど多分ブッシュの中からではない気がした。向かいの山ぐらい。この時の私は気づいていない。誰かが倒れた。これで残りワンパかな。今気づくの。あそこの山のところにいそうって。でね、火矢を適当に放ったらね出てきたんだよね。やっぱいたって。あそこいたって。で次のアンチが決まったので先に移動してしまおうと思って先に移動してます。右側にもう砦を作ってるなと思ったら目の前に敵がいた。早すぎる。ちょっと当たったけどこれ以上はまずいと思って回復します。一回ご対面しちゃうんだよねこれ。撃たれなくてよかった。撃たれてたら死んでた。でこれはドラゴンブレスショットガンの誤射。残り一人かな。ミシェさん一人やってくれた。リロード長すぎて全然リロードできてない。ここでやっとリロードできた。おお、燃えた木が飛ん落ちてきた。これでね2人とも不発っていう。囲ってリロードしてる間に、はい、ということでビクロイです。ドラゴンブレスショットガンリロード遅すぎて今期戦えねえ。ドラゴンブレスショットガン使えないっていう動画でした。ということで
この最後までご覧くださった皆様ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。これからもどんどん動画上げていくので楽しみにしていてください。それではバイバーイ。